こんにちは。着物リフレッシュセンターのえみちゃんです。今日は皆様の大切なお着物のことに2つポイントをお話しいたします。まず1つ目、着用後すぐにハンガーに着物をかけましょう。着用されますと着物に湿気がかなり含まれます。それはカビの原因になりますので、できるだけ早く、乾かすことがポイントです。2つ目は汚れの確認です。自分で汚したこと、そして着用するたびに襟、袖口、裾の汚れが沈着していきます。大事なことは汚れを放置しないということです。できるだけ早くお手入れをされることをお勧めいたします。ほな、おおきに。